じゃあ体操服に着替えて、男子は保健室に移動して。どうする気だ。やるしかないだろ。身体測定だぞ。いつもここで着替えてたのか。ああ。やっぱりどう考えても無理だろ。脅威はまずいだろ。次このエスバルク。女、この絵が女。この絵はその極度の人見知りで。ああ、じゃあ、